ます。ゆいです。よすけです。なこです。おーい。ママ、はい。ママ、ママ。パパ、パパね。うん。映っとるね。映ってるね。今日は。今日は、1日 Vlog を撮っていこうと思います。イエーイ。今日は、休日。休日で3人で過ごすので、その様子を丸1日撮れたらなと思っております。で、今朝9時。なので、これからモーニングに行こうと思っております。いつもよく行ってるお店、うん、お友達と合流して行きます。で、そこからまあちょっとドライブして千葉方面か、そうやね、千葉方面に行って家具とかいろいろ見に行く、家具とかショップとかショップ巡りして、うん、サッカー観戦してご飯食べて帰ってくるような感じの一日になってます。楽しみ、楽しみやね。同じ今日も一日遊びましょうね、いっぱい、ね、楽しみ、今日いっぱい楽しみな予定があるので。で、今回は過去にも動画で取り組みさせていただいたんですけど、ケスティファイさんとのタイアップ動画になってますんで、お動画内でご紹介していければなと思いますんで、最後まで見ていただけると嬉しいです。去年もな、タイアップさせてもらったの、うん、なこちゃんが生まれたてぐらいの時にもさせていただいた。いっぱい種類が増えてるよね、こういうストラップとか文字の感じとか楽しいです、選ぶのが。カスタムもね、結構いろんなパターンができるようになったりとかしてたんで、うん、今月ヨーロッパ旅行に行くので、ちょうどこの盗難防止にもなるし、手が塞がれない、パッてこうできるっていうのがいいかな、で絶対つけていこうと思ってます。じゃあ行こうか、行こうか。ではえ、すごい、ゴーゴーはパパパパバイバイ。久しぶりになこちゃんが寝てるのでゆっくり食べれます。最高、幸せです。もう食べる前から幸せです。いただきます。ニヤニヤしてるわ。大好物ねアーツ、リナさんもオブラオブラ最高、めちゃくちゃうまいです。なんか食べ方忘れてんねんけど、久しぶりすぎて。I've been on the ground、 I've been hiding。なんじゃ、はーちゃんがいない。はーちゃんがいなくなっちゃった。はーちゃん、ばあ。楽しかったね。楽しかった。なこちゃんもはーちゃんと遊んで楽しかった。楽しかったね。いつもなんかめっちゃ仲いいんですよね。二人ずっと遊んでるイメージ。楽しかった。では、次の目的地に。インテリア。インテリアのヴィンテージショップに行きます。レッツゴー。到着しました。到着しました。1時間ぐらい?1時間ぐらい。そんなに混んでもなくて、スムーズに来ることができました。冒頭でも少しお話ししたんですけど、今回はいつも使ってるケースティファイさんとのタイアップ動画になってまして、新たにケースとストラップをチェンジしたので、ご紹介していこうと思います。僕なんですけれども、このケースはインパクトケースっていう、ケースティファイ代表するようなケースなんですけど、まあなんせ僕めっちゃ携帯を落とすので、落としても割れない 2.5 メーターの高さから落としても落下試験をクリアしている、まあ、抜群の耐久性で、まあスタイリッシュでシンプルで使いやすいっていうのと、リサイクル素材を使用してるっていう、まあ環境にも優しくて、あとはこのプリントですね。今回はサッサンっていうあだ名の33を使って、サンサンやな、サンサンを自体で見たらそんなわからんくない、うーんを入れました。で、マグセルフも対応してるんで、ここで充電したりとか、そうそう、車につけたりとかさ、ああいうのにも対応してるんで、シンプルで使いやすくて気に入ってます。スマホショルダーですね、これユーティリティスマホショルダー、まあ首にかけてなこちゃんを抱っこする機会も多いんで、ここにこうあるだけでだいぶ違うから、特に夏になるとさ、うん、アウターとかないから、アウターもないし、僕シャカシャカパンツの半ズボン履くことが多いから、ベルトもないし、ポケットにいっぱい物入れたらずれてくるから、これが必要になってくるんですよ。なんでこれがあるととっても便利というのと、まあ付け外しがこんな感じで簡単なんで、なあなこちゃん気に入って使っております。これで3代目 ?4 代目かな、4代目ぐらいになります。めちゃくちゃ愛用させて、とってもお気に入りです。私はいつもレザー&ケースにしております。で、今回もグレージュっていう、ベージュみたいな、ベージュかな、カラーで、これがヴィーガンレザーって言って、本革のようなフェイクレザーみたいなので、まあ環境に優しい、で汚れにも強くて、確かに使ってて、このケースって結構ボロボロになってくるところがあんま汚れたりとか気にならないのが、確かに気持ちよい素材なので、色味も可愛くて気に入ってます。やっぱりワイ、うん、ユイのワイを入れました。シンプルにこの筆記体みたいな感じで入れました。
なんかどこのスマホですかって聞かれることが多くて、ギフトでも嬉しいかな。プレゼントしかさ、高級感もあって年齢問わず使えそう。腹張りも豊富やったし、うん、めっちゃおすすめです。あとあれもいけるみたいです、マグセーフ、うんうんうん、あの充電とかも対応してる。くるめっちゃありがた、あれめっちゃ使えるもんな。ストラップ私はチェーンっぽいやつにしました。でここにハートがついてて、これで調整可能なのを押したら、中のハートをこれを押したら長さの調整が可能で、めっちゃ簡単でやりやすかったです。調整が綺麗めの服装とかにも、あそうやな、いろんな服装にも合うし、アクセサリーでもなんかネックレス的存在みたいな、確かにそういうちょっとシンプルなお服が多いのでアクセントになるかなと思ってこれにしました。夏とか良さそうやな。うん、夏とか確かにいいな。シルバーもあったじゃん。シルバーもあったと思う。シルバーもあった。しかもゴールドも好きなゴールドかな。色味が黄色強いゴールドなので、ちょっとベージュとの相性もいいかなと思いまして、それにしました。こんな感じで、いつも見てくださってる方は同じ内容、うん、また買い替えましたよっていう感じになります。うん、子供と一緒にいて割れないわ。そうやな。安心なんで、すごくおすすめです。ってな感じで、いきますか。では、レッツー。バイバーイ。バイバーイ。到着しました。5階まである5階まである。わお楽しみ。ホームファッション、モダンヴィンテージ、ブランド家具、特売家具、バックヤード、わー楽しみ、楽しみです。なこちゃん前髪伸びたね。伸びたね。伸びてるからちょろちょろ出てる。でもサラサラすぎて、なんか確かに。こっち見て。はい行こうか。じゃんゴー。はい、カフェにやってきました。コーヒー休憩です。家具ばっかり言ってますけどな、あの家具屋さんは撮影できなかったんですけど、うん、めっちゃいいのが味にして、うん、いつかまた来て、せやの上がりたいなと思います。ピースピース。カフェの隣の古着屋さんで購入しました。シャツ、スブランカのシャツ、いいわよね。また来て。では今からサッカー観戦に、球場に到着しましたってなった。今から見に行ってきます。行ってきます。楽しみ。めっちゃ盛り上がったもん。見て、ハートや。購入行くぜ。はーい、はーい、勝ちましたね。勝ちました。イエーイ。でも楽しかったです。ねえなこさん。ねえなこさん。なこさんも真剣にパチパチして応援してたで、うん、よし、じゃあ今から焼肉です。美味しい焼肉を食べれますね、これで。ガルッチー、あばい、ただきます。私、匂いでも、あ、じゃあいっぱい食べます。はい。牛タン、美味しそう。いっぱい来ました。美味しそう。美味しそう。ご飯と。美味しい。最高です。ラーメンのような。美味しいって。はい、先日焼肉を食べて帰ってきて動画を撮影したんですけれども、その動画に音声が入ってなくて、今後日撮り直しております。スローモーションでした。たまにそういうことがあるんですよね。ワンクリックでスローモーションと普通を切り替えるからな。まあそんなこんなで動画を撮り直しております。髪の毛が急にパッツンになっております。そうです、カッティングして、今はお風呂上がりなのでノーセットでこんな感じで、はい、で美味しい焼肉を食べて帰ってきました。とっても楽しい一日でした。うん、楽しかったね、あの日は。うん、めちゃくちゃ楽しくて、帰ってきてすぐなこちゃんの寝たか、うん、っていうような感じの一日でございました。動画内で紹介したこちらのゲスティファイの詳細は概要欄の方にリンク貼ってますんで、ぜひチェックしてみてください。これではそんな感じで今日の動画は以上となります。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあね、おやすみなさい。おやすみなさい。